皆さん、お疲れ様です。おもちゃ大好き、ゆうきです。今回は当選者発表ということで発表していきたいと思います。応募してくださった方、ありがとうございました。今回当選された方のペンネームは、ライテルさんという方でした。おめでとうございます。で今回はなんか結構あの応募してくださった方が増えまして、もう中学生から高校生が結構多くてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。梅干しゆきさんとかこうメッセージ書いてくださったり、本当に全部読んでますんで嬉しいです。ありがとうございます。なんでこれからもこの企画は続けていきたいと思うんでよろしくお願いします。で今回もあの今回プレゼントするブライドラグナルク梱包して発送していきますんでよろしくお願いします。はい、今回も黒猫山さん宅急便コンパクトで発送していきたいと思います。で梱包していきます。お手紙を入れまして、でこちら今回のプレゼントのグライドラグナルクを入れまして、で大事なおもちゃなので緩衝材も入れまして、でしっかりと包み、でここでテープ剥がすと、ここにテープあるんですけど、ここを剥がし、でこれでペタッと引っ張りますね。はい、これで完成です。送っていきたいと思います。はい、発送しに行きたいと思います。で言うの忘れてたんですけど、前回当選された方、あの元木さんという方、ペンネーム元木さんという方から連絡来ました。あの動画出した次の日にで連絡取れたので、よかったです。で多分今頃届いてるかなと思います。よかったです。で大和にこれから行きたいと思います。はい、着きました。こんにちは、お願いします。はい、梱包は大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね、はい。いつぐらいに届きそうか分かりますか、ね、あ、東急なので一応明日大丈夫ですけど、はい、今11日の午前指定ってなって、そうなんですね。明日の午前中に届ければ一番いいなと思ったんですけど、明日ですか。明日の午前中、はい。今11日って、そうですね、明日ですね。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、じゃあ明日の午前中には届かないかな、ね、はい、ただ、はい、規制されて、はい、何があるかわからないので、そうですね、はい、東京なので、はい、そうですよね、はい、それだけ、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、すいません、大変お待たせしました。はい、こちら伝票の控えとのカードと領収書ですね。はい、すいません、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、発送してきました。で東京テレビが明日の午前中に一応指定できたんですけど、あのライテルさんの方でできれば午前中に発送してもらいたいって言われ、配達してもらいたいって言われたので午前中に指定したんですけど、あの機械的と店員さん的には平常だったら何問題なく午前中に配達できるみたいなんですけど、ただこういった状況なのでどうなるかわからないってことでした。それだけご理解いただければ。でこれからもプレゼント企画をしていきますん で当たった方もあの完全にランダムなので、あのまた当たる確率も結構あると思うんで、応募もそんな多くないので、なんで楽しみにしてまた応募してもらえれば、これからもしていきますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。